イエーイ。はい、ということで皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。さあ始まりました、イコールラブ山本アナのショールーム、毎日アイドル2周年記念特別配信です。さあちょっとね、皆さん来てくださって、今日は約20名の方が来てくださったということでありがとうございます。何なのでもね、コメントでもめっちゃパチパチとかなってる。あ、ファンの今は携帯見ちゃダメなの？あ、でもコメントはできないってことか。なるほど。じゃあ視聴者の皆さんはたくさんコメントください。よろしくお願いします。さあ、めっちゃ緊張してるんですけど、みんな緊張してますか？絶対してないでしょもうだって結構見る顔がね多いですけど、ちゃんとアンが言ったようにパンダを持ってきたり、グッズを持ってきてくれたりしてくれてありがとうございます。そう、そして見てください、ファンの方からなんと素敵なお花とかをいただきました。イエーイイエーイ。あ、みんなの後ろ姿映ってるじゃん。あ、バレてますね。じゃあちょっと私が見ます。すごい、私のちゃんと黄色とかパンダ、そして私の好きなピンクと大きい、何、ひまわりひまわりひまわりすごい、アンズーラって、すごい、本当にありがとうございます。皆さん嬉しい、イエーイ。さあですね、この番組は毎日アイドルの2周年記念ということで、応援してくださった皆さんに恩返しをするべく、より楽しい、配信をお届けしていく番組です。さあ、ただ今日私の配信を初めて見たという方もいらっしゃると思うので、自己紹介したいと思います。ね、恥ずかしい恥ずかしい。はい、イコールラブのアンニャこと山本アンナです。21歳です。はい、イコールラブのリーダーをやってます。みんな知ってますか？知ってくれてますか？はい、じゃあコメントちょっと読もうかな。ね、恥ずかしい、本当に恥ずかしい、恥ずかしい。21歳、知ってるよ、だってみんな。ありがとうございます、2周年。あ、でも初めましてってコメントがある。ありがとうございます。コメントしたい？すごい、もちろん知ってるよっていっぱいコメント見てるの。洋服かわいい、ありがとうございます。あ、今日ミニにあのモデルしてるところのハニーシナモンさんのお洋服をね着てます、今日は。です、ミニにはだって今日あれだったよね、イベントしてたもんね。はい、さあということで、今見てもらっているショールームですが、アイテムを投げたりコメントを書き込んだりするには無料の会員登録が必要なので、皆さんよろしくお願いします。さあ、そしてまあね、今回おととしの8月19日から私は2年ということでですね、ご褒美でこんな広い、めっちゃ広くない？スタジオめっちゃ広い、こんなスタジオ独り占めしてます。そして今日は抽選で選ばれた約20名の方がね来てくださって、一番遠いと思う人、遠いとこから来てくれた、お家が、お、愛知、マイカの地元、あ、青森？遠い、わざわざこのためにですか？土下座したい、ありがとうございますありがとうございます。はい、さあということでですね、なんと私のショールームを応援してくださった皆さんへの恩返しとして、オリジナルアバターを配布してます。さあ、それでは皆さん行きますよ、じゃーん。あー、めっちゃすごい、壇上とかほとんどさ、みんなこのアバターになってる、すごい。もうみんなもゲットしてくれましたか？さあ、なんとですね、このアバターをデザインした方は、おお、大間花ちゃんにデザインしてもらいました。そうなんですよ、これなんと花ちゃんがデザインしてくれてですね、この情報は初解禁かな、知らなかった、知らなかった。お、ということで、なんとちょっと私これ今日見たんですけど、え、本当に可愛くないですか？
めっちゃ美化して書いてくれてない？そう、はい、ありがとう。お手紙？え、これ台本にないやつ、こういうの好き。え、なに？山本アンナ様、背景だっけこれ、背景ね、わ、絶対この人漢字で書いてるって。書飽き？わかんない。初春を迎え、ショールームが配信しやすい季節となりました。この度は毎日2周年記念特別配信おめでとうございます。今回2周年を祝いまして、アバターをデザインする運びとなりましたことをご報告いたします。今日はスタジオへ伺うことができないため、アバターの注目ポイントを挙げていきたいと思います。1、枠線のない柔らかいイラストにしてみたよ。丸2、目の輝き方、かっこアンナが茶目なのでブラウン系にしたよ。丸3、足と手の影、膝小僧をちょっと赤くしてみたよ。どんなポイントやねん。丸4、衣装、探せダイヤモンドリリー、チェック柄可愛く描けたよ。丸5、髪の毛、アンナが得意な編み込みストレートヘアだよ。アンナといえばこれだよね。丸6、ポージングよく飛んでいるので元気な感じにしてみたよ。丸7、チーク、いつもピンク使ってるからピンクだよ。丸8、初めてパンダ、違う、パンタブ、違う、ペンタブで初めてペンタブで人間を真剣に描いたのだけど、皆さんどうですか？はい。さあ、ということで今日からアバター配布されるみたいなのでよろしく頼みました。それではさようなら。ケーグ、大葉花、パンダの絵が描いてあります。花ありがとう。花からお手紙付き、やばくない？めっちゃ嬉しい、本当に。そう、私も見た瞬間、ここの編み込みがね、一番ね、さすがだなっていうポイントだったので分かってくださってますね、本当に。なので皆さんぜひ、これはですね、このアバターは星とかアイテムとか1個でも投げていただけたらゲットできます。アバターを着替える方法なんですが、スマホの方は右下の自分の、アバターを押して選択画面へ飛んでください。パソコンの方は左上の3本線を押してアイコンを押してマイページに行っていただければお着替えできますので、ぜひこのアバターにして、このアバター一色にして、みんなで今日は一緒に配信を楽しんでくれたらなと思います。よろしくお願いします。みんなもお家に帰ったらこれやってね、ちゃんと。あ、もうやった。天才だね、みんな天才だ。さあ、ということで、じゃあそろそろ次のコーナーに行きたいと思います。さあ、それではですね、今日はスタジオ配信ということでいろんな企画をね、やっていきたいんですが、まずはこの2年間を振り返って皆さんにたくさん感謝をしたいと思います。さあ、なんとですね、今回年表を作っていただいてるんです。年表がね、ここにあるんですよ。ここにすごいんだよ。2017年2018年2019年とすっごいめっちゃ書いてあるんですよ。どういうことがあったかとか、なんかツイッターで結構探してくださったみたいなので、これを元にちょっと今日は今から思い出をね、振り返っていきたいと思います。さあ、まず8月21日に私はツイッターをスタートしたらしいです。はい。で、9月にあったことは、起きたらツイッターに公式マークがついていたそうです。嬉しいですね。嬉しい、すごい。コメントをね、今見てるんだけど、なんかみんなが同じアバターすぎて誰が誰かこれあるあるだよね、マジで。ショールームあるあるなんだけど、そうそう。でもありがたい、いっぱいコメントもね、読んでいきますね。そして、イコールラブ発売がメジャーデビューね、9月6日オリコンデイリー2位、おめでとう。ありがたいですね。そして初めてミニストップを見つけてテンション上がる。この情報いる？この情報いる？え、ミニストップいいよね。そう、ハロハロ広島ないんだよ。そうだから、ミップっていうのかミニップとかっていうので、この話ショールームで10回ぐらいしたわ。そして9月18日カープ優勝、イエーイ。今日もカープのね、ユニフォーム着てくれてたりしますね。
そしてショールームの、ね、番組でイコラブ大特訓中がスタート、9月25日ね、懐かしいですね、これも懐かしいよね。見てくれてました皆さん、すごい、うなずきが早い、すごいですね、ありがとうございます。誰ですか、ビジネスってコメントしてる人誰ですか、ビジネスじゃないですよ、大好きですよカープ。さあそして10月は東京に来て約4ヶ月テレビが来る情報やばい。そうですね、今はちゃんとテレビあって、あの FOD で見てないのでFOD も見てますけど録画はないです録画ができません。タワレコで山本さやかさんに会う、うん、あったね、そうめっちゃ思い出です。これはイコラブ大特訓中に岡井千里さんが来る、確かにイコラブ12人集まってハロウィンパーティー、これね、まあ、また後ほども話したいと思います。そして11月20日になりました、おめでとうはい、そうですね、私20歳、今21なんですよね、もうね、見えますか今日大人っぽく、首かしげすぎやろ首かしげながら見えるよって言ってるじゃんかはい、バンされたやつかって書いてある、あ、ハロウィンね、ありましたね、そんなことも。さあそして12月僕らの制服クリスマスが発売あったり、私がリーダーに就任した月でもありましたね、そうそうですね。そしてじゃあ2018年に行きたいと思います。2018年はイコラブカフェがあったり、ブブカで初グラビアと書いてあります。ふうじゃねえよふうじゃないそして獣フレンズがあったり、いろいろイベントもあったりで、そして3月台湾に行きました、初海外来た人シーン分かってて聞いた、分かってて聞いたよ。さあそして4月合格して1年ですね、イコラブができてね。で5月がサードシングル手遅れコーションが発売され、斉藤渚、オフランス渚に改名されました、ありましたね。さあそして、まあ、6月が、スペシャル全国握手会日比谷野外音楽堂に向けてるてる坊主作りスタートありましたね、懐かしい。そして7月が日比谷があったり、焼肉屋さんから配信したり、土原さんと2人でご飯に行ったよっていうね時とかもありましたね。さあそして8月が毎日アイドル1周年ということで、そっから1年経ったんだもんね。身長は 148.6cm という結果になりました。うちは持ってんじゃん148.6 って。そして9月またカープ優勝おめでとうそう、そして1周年の記念のねイコラブのイベントがあったり、10月たまごっちにハマったそうですはい、でウォンチューウォンチューが発売、そして11月に21歳になりました。そして12月はね幕張前夜があったり、クリスマス公演があったり、声が出ておりません。さあそして1月インフルエンザになり、2月、非公式ユニットチビーズが結成されました。そして3月はココイチのカレーとコラボしか書いておりません3月は何をしていたのでしょうか、はい、4月はそうマヨラボがスタートしました。私が MC をさせていただいている番組ですね。さあそして指原さんの卒コン、そうですね。そしてですね5月が12時間配信をやったり、さやかさんの全国ツアー、めっちゃさやかさん情報が書いてあるで6月も、カラオケの鉄人やスイッチのパワープロ実況など、そして7月インスタを始めると書いてあります。そして8月がティフや日比谷でのコンサート、そして毎日アイドル2年達成ということで、ありがとうございます。イエイ。さあ私、まあ、こうやっていっぱい読んではいったんですけど、このねいつも使ってるお家で使ってるこの子を持ってきたんですよ。でこんな変な絵が描いちゃったりするんですけど、ちょっと私的トップ5をね考えてきたので、皆さんに今日は振り返っていきたいなと思います。まず1つ目、じゃん、12人でハロウィンパーティー。
これは2017年の10月31日に、みんなイコラブ12人オフの日に集まって仮装をしてパーティーをしたよっていう日なんですけど、見てた方いますか？あ、半分ぐらい見てる。すごい子さんですね。ありがとうございます。さあ続いて2つ目じゃん、登山かっこ赤だけ終わり配信。この日はですね、登山したということは言っちゃいけないのに、でもめっちゃ疲れてて、疲れてないよって言いながらめっちゃテンション低い、結構テンション低めの配信をしたっていう思い出の登山後配信でした。これ見た人、お、半分ぐらいいる、すごい。はい、3つ目じゃん、イコラブ検定配信。はい、私が泣いたやつです。これ私が泣きました。なぜならもうイコラブのこと全然分かってないから、オタやめると言われそんなこと言わないでよって私が泣きました。覚えてますか皆さん？コメントでも荒れたやつですねって書いてあります。そうです、そうですかな、分かんない。でも思い出ですね。これもなんだかんだ言って第3弾ぐらいまでやりましたからね。さあ続いて4つ目、じゃん、筆談からインフルエンザ配信。懐かしいけど、嘘。筆談からインフルエンザ配信をしました。そうですね、12月頃からちょっと声が出なくなってしまい、約2ヶ月ぐらいかな、結構いろんな配信をして、これね、この配信で使ってたんですよ、これを。だからね、こういうなんかいっぱい書いてたりいろいろしてる形跡があって、ここにはあいうえお順のなんだっけ、これそう、私はとかって言って皆さんに伝えてたり、テロップ配信をしたりしてましたね。さあ次がラストかな。あ、そしてまあインフルエンザ泣きながら配信しました。さあ続いてラスト、じゃん、12時間配信。そう、これは結構最近ですよね。見てくれてますか皆さん？そうで、ここのドッキリ大成功の項を間違えたっていう思い出があって、それの本物がここにあります。これドッキリをやってる時にここを間違えたっていうのもすごくあれしましたね。ドッキリが面白かった、強かった。だってそう、なんかメンバーにビリビリペンをやったり、虫ドッキリをしたり、いろいろとしました。さあということで、こんな感じでね、たくさん振り返ってきて、いろんなことがマジで2年間あったんですけど、皆さん私の配信をね、本当にいつも見てくれてありがとうございます。これからも多分山あり谷ありの配信なんですけど、これからまた3年目目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。さあさあさあ、それではではですね、次ここからはとある企画に挑戦したいと思います。題して山本アンナのお好み焼きクッキング。イエーイ。さあ広島県出身というアピールが私結構ねしてるんですけど、そんな私が、お好み焼きを作ってただ食べるという配信です。さあ見てください、もうみんな結構わかってるけどね、ここになんとたくさんのグッズ、用意グッズじゃない器具、調理器具と具材があります。でもですね皆さん、ここ私一人だと危険なんです。なのでとある助っ人を呼んでおります。助っ人。イエーイ、イエーイ。さあということで、こんにちは、ということでマイカが来てくれました。お願いします。さあもうこっから、そう、なんとエプロンおそろっちなのを用意してくださったので、あげよう、うん、もらおう、もらおうということで、つけたいと思います。すごくない？エプロンをつけるのね、もう2回目ぐらいなのよ、ね、こういう可愛い人生で、人生でマジ？え、どうやって、うちら姉妹みたいじゃね。え、ほら見て、なんかそう、なんか服の色今日かぶったの、たまたま。そう、アンがね、お姉ちゃんだよ。え？これどうやってつけんの？これどうやってつけんの？練習しとけばよかったね。ここ結べばいいんじゃない？そうだね。
でマイクにかぶっちゃうんだけどさ、確かにやばいかな。あ、そっか、ちょっと待ってね。あ、マイクどこ？あった。オッケー。ちょっと待ってね。まあ、エプロンつけることなんてなかなかないから、ね、あ、もうちょっとこれ絶対上だったよね。頑張って。はい、頑張る。よし。まあね、お好み焼き作り配信したことあるんだけどね、その時いつも私いるんだけど。あ、そう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 、そう思いません？そうそうそう、違うの、食べたかったの。そうそうそう、食べたいの知ってるよ。あん、そう、私食べたかったの。そう、だから今日もね、来てもらったの。そう、お好み焼きといえばでしょ。よいしょ、 OK、 できた？できた。さすが。ちょっと待ってね。はい、でもね、今日ね、なんとね、マイカがね、うん、千切りとかもしてくれるんだって。そう、私千切り。やばくない？だからちょっとそこはマイカにお願いして、私は見守ろうと思います。見守りたいと思います。あ、でもアンナがこの生地を焼いたりとか、アンが熱しとくわ。そう、そうしたりすると思うから。 OK、 では早速、はい、作っていきましょう。作っていきましょう。クッキング。なんかさ、サッコンクッキングみたいな。違う違う、いっぱいおてて、おてて、これおてて、うん、よし。マイカちゃんの包丁が見れるなんて、包丁さばき任せて。私任せロリって言うんだよ、そういう時。怪我しちゃダメよ。そうだよ、気をつけます。なんとね、今日本当に広島でスタッフさんがね、買ってきてくださってるの。そう、よいしょ、これ見せていいんですよ。じゃん、でーん、イエーおたふくって書いてある、あの有名な。やばくない？これをね、有名なね、作るんです。こんなのあったら簡単じゃないかって思うでしょ。違うんだよね、難しいよね。そうなんだよ。え、包丁どこ？包丁はピンクの下。あった。あ、ありがとうございます。包丁ね、危ないからね。え、あん、何したらいいの？あん、あんは、頑張れ。あんはこれをね、これもうここに、ここでやった方がいいの。こっちやった。え、これどうやってさ切ったらいいんですか？ ありがとうございます。ここら辺でいっか。え、あん、生地作んなきゃ。忙しいやー。あー、忙しい忙しい。え、これさ見ててさ楽しい？ボール、ボールに、ボールに、ボールに。アンナを刺しちゃう。ボウルにまず水を 120cc 入れます。はい、120ってどこだよ。怖いって。え、ごめんね。ヘイヘイだって。え、これどうやって切ればいいの？何？千切りって何？千切りって何？もうちょっと。え、いける？合ってる？合ってる？でもまあ、千切りしないんでしょ？ OK。 え、難しくない？ちょっと難しいわ、なんか自信あったんだけど。でもさ、緊張するよ、なんか配信って考えたら。みんなに見られてると。みんな見ないで。みんな見ないで。え、指が危ない。120入れて。そう、猫の手にね、しなきゃいけないんだよね。でもさ、猫って逆に難しくない？で、次、お好み焼き粉を入れます。ちょっとな、気に入らない。これで混ぜます。気に入らないよ。これを入れます。頑張って。あ、でも全然いいじゃん。まあでも頑張れ頑張れ、まあいいか。うん、頑張れ頑張れ、まあいいか。うんうん、ちょっとでも太めの方がさ、あの味、あ、なんていうの、食感がいいってもんだよね。うん、そうそう。ポジティブ。美味しければいいんだよ。そうだよね。あ、抜いてみて、なんか料理って感じ。やだ、テンション上がる。テンション上がる。やだ、どうしよう、なんかなんか言われたらどうしよう。下手だねみたいな。あ、ねえねえ、いつもね、私たちがお好み焼き作るとき、なんかこの生地が黄色くなっちゃうんですよ、うん、でもちゃんと白いね。うちら何が作ってたんだろうみたいな、ね、不思議。あ、違うわ、卵入れとらんけかな。いや、合っとる合っとる。
キャベツを切ろう。2から3ミリだって。大丈夫？1センチとかじゃない？いける。オッケー、いける。オッケー、もうあとちょうどいいかもしれん。絶妙、ほら天才。はい、これ2から3ミリじゃない？そしたらもうオッケーもういけるよ。こっちもできたから。いいよね、キャベツこんなんで。できた。いいよ。はい、オッケー、してよ。さあ、そして、あ、これ温めとけばよかった。やらかした。どこ赤くならんよ。あ、なっとるん、これなっとんじゃ。髪の毛がやばい。何火、何火、何火。強火。中中からなんて言いました？中から今日だって。中から今日、じゃあ強火だうちはさっさとね、できたいんな。そう、オッケー。え、もう余裕のよっちゃんじゃん。できた、もう、うん、で、もやし入れて、待って、作り方見よ。なんかさ、緊張する。生地を伸ばす。曲と合わなすぎて面白い。確かに虹の音かかってるんだけど薄く油をひいて、お玉に約8分目ほどすくい、ホットプレートに全部落とす。固まる前に中央から少しずつ広げるって。で、具材乗せる。かつお節、かつお節。かつお、2人で大丈夫ですかね。いや、いや、やばい、やばい、やばい。いや、アンナ一人だと不安っていうから私が来たんだけど、私もちょっとなんかちょっと頭が働かない、まあね、どうにかなるっしょっていう。そうだね、添加数、使うもの出しとけば。そうだね、これとこれ。はい、オッケー。あ、緊張しちゃうわ。そして、あ、あったくなってきた。じゃあ油引かなきゃ何語油引かなきゃ。え、麺って何個使う？1個。オッケー。はい、あ、ちょっとこれ、もうちょっと卵入れた？卵入れないんだって。あ、入れないんだ。私たち入れてたから黄色かったんじゃない？今まで入れてたっけ？うん、生地に入れてた。あんまり、あの、記憶にございませんよいしょ。じゃあ油引くね。はい、引いて。熱いよ。どうやって使うの？じゃあくるって回すんだよ。できた。え、すごい、見て、すごい、現代的、現代的。お、あ、いいね、調節できて。あ、これ持って帰りたいぐらいいいわもらえるんじゃない？これこうやってんの？うん、やって。え、吸い取っちゃうよ。まあ新しいからね。あー、すごいね、焦げそう。ちょっと弱める。でも焦げた方が美味しい時もあるから大丈夫。え、ポジティブえ、油もうちょっといる？えって言われたで、まあくっつかない方がね、いい時もあるから。そうそうそう、うん、よし、オッケー。え、すごい。え、これどうすればいいの？しまうんだよ。あ、こうか。アンナちゃんのクッキング、よし、オッケー。私ちょっとあんまり出しゃばらないようにね、しようって今日は。なんでだよ、アンナの配信だから。そう、そんな。え、これいい？じゃあやるね。8分目って何？多い？こんぐらい？こんぐらい？まあ分厚くてもいいんじゃないかな。ん？あ、あの、そうなの、広島のね、うん、お好み焼きだから。そうそう、みんなも一緒に。そっか、知らない人もいるんだ。え、ね、やっぱほら見て。え、あ、でもうまいんじゃない？イエーイ、イエーイ。え、そしたらどうするの？あ、あ、あ、何した今ね、なんでわざわざ写るんですか？そうやって、あんなちゃん、そうやって、はい、あんなちゃん、そうやって、あんなちゃん、バレなかったのに。見なかったことに。バレてるって。バレてない。バレててもやっぱそうね、見なかったことに。こんぐらいでいけ。オッケーオッケー。はい、そしてなんだっけ、かつお節、具材を乗せる。かつお節、キャベツの順番だよね。かつお節、キャベツ、はい、天かす、青ネギ、もやし、豚バラかつお節先に入れるんだ。あ、いっぱい出た。で、キャベツお願いします。はい、キャベツ出ます。はい、次なんですか？キャベツ、天かすです。はい、天かす。キャベツってどんぐらい乗せたらいいんですか？山盛り、山盛り。え、すげー。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、全然、まあ、いいんだよ。天かす、デレンデレン。青ネギ、うわー、美味しそうな。うちら天かす大好きやんな。うちら天かす、マジ全部入れよう
レレレレレ。でもネギ嫌いだからちょっとね。笑った。あとはもやし。もやし。あ、これ全部ってことですか？ 100g。まあ、一回適当で。適当で。うわ、お好み焼きっぽい。でも豚肉好きだからいっぱい乗せよ。いいよいいよ。全部乗せよ。はい。はい。続いては。はい。これね、一旦ね、でもどっかに避難させんといけない。そうね。え、これ楽しい見てて。じゃコメント読もうと。豪快やな。こうするやん。こうするやん。そしたらね。まだ、もういいか。これをね、つなぎをかけます。つなぎをします。スピードゴー、ここがじゃん、なんか山盛りやなって。いいんだよこれで。そうだよ、二郎系ラーメンちゃうで。ちゃうで、それは。でもね、ここからがポイントなんですよ、ひっくり返すやつ。食べたことある人、広島の。あ、え、こっち半分みたいな思った、こっち側めっちゃ。あ、でも多分みんなもさ、知らない人も多いんじゃない。そうだよ、これが広島なんですよ。そう、広島、そうなんですよ。そう、そうなんですよ。え、これひっくり返すのがさ、絶対無理だって。そうね。どうする、ここで終わった方がいいんじゃない。うん。あ、でもいける気がする、頑張って。かっこいいとこ見せたい。ちょっとね、おっきいから、そうね、そうね、どうしたらいい。絶対無理よ。どうしたらいい。無理なんて。ちょ、どうしたらいい。あ、じゃあこうじゃん、これをこうで、こう一回こう、一回こう、ほら、一回ここにパタッと行くんだ。そうだ、あ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 、皿が焼ける。いける、いける、いける、いける。それをギュッてやることによってやっぱり美味しさが詰まると思う。でもこれお肉焼けなさそう、大丈夫かな。焼けるでしょ、豚肉だから。え、でもさ、豚ってさ、やばくない。え、鶏油だよ。でも鶏の次に豚やばいよね。大丈夫だよ、お腹痛くなるよ。なんないよ。あ、誰かさんみたいになる。誰。はなちゃん。はなちゃん。よし、これね、とりあえずこっち側に放置して麺をやろう。蓋すればいいんだ。蓋麺どこでやんの。麺ここでやんじゃない。あ、そうだった。やっぱ連れてきてよかった。あかん。油いりますか、お姉さん。いらない。 OK。 はい、いい匂いする。え、あかん。全然火が通ってない疑惑だって。え、やばい、通ってるって。大丈夫だよな。ちょっと引きずり出そう。ショコちゃん助けてだって。しかしなーってコメントがある。しかしなー、前かしか仕事してないよ。そんなことないもん。ちょっと今コメントの名前見れんかった。誰、ほんま、そんなコメント。ね、みんなさ、こうやってしてる。ね、みんなこうやってなってる。バブリーダンスみたい。みんなでやってると、こうやってやるんだよ。すごい。え、これさ、やるの。でね、毎回いてよかった。危なかったわ、一人だったら絶対できてない。え、これでもね、吸いちゃうね。うん、なんて。あ、でもまあいい、吸いちゃうね。あれはいい、いい。よし、いいね。あ、あ、油が手に。頑張って。油が手に。頑張って。ああ、卵もっとあった方がって来てるけど。なななななな。卵、じゃあ2個。卵2個使う。卵を2個使う。うん、オッケー。ちょっと油が。油が。卵。え、でもどうすんの、卵2個。2個ポンポンって割ってほしい。わかった、無理。頼んだ。あ、止まるな。勢いが大事だ。はい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 、割れない。頑張って。ああ、割れすぎた。頑張って。あ、まあまあこんな感じよね。でもいいんじゃない。いいんじゃない。あ、いい大きさ、ね、で、これをもうちょっとさ大きめにしよう。 OK です。あ、いいんじゃない。でも焼ける、その中身。半熟じゃない方がいいよね、これ。うん、どう、こんぐらい。
OK。 で、これを乗せます。せーの、アンナちゃん頑張ってこれ無理だよ、これ無理だよ、アンナちゃん頑張って。え、いや、アンナちゃん、これもうやばいって。アンナちゃん、アンナちゃん、私どうしたらいい？やっぱこれえ、これどうする？え、アンナの頭じゃ理解できない。もうレッツゴーしちゃう？それもうしちゃおっか。無理な気がする。あ、でももうこの生地は OK よ。その生地はそう乗せて、だってこの生地ってさ、美味しいわけじゃないじゃん。最終的に裏返します。さあ、ラストですよ。ここ見せ所なんですよね。頑張って、アンナちゃん。アンナ疲れちゃった。絶対これまた無理なやつ。難しいね。絶対無理だよね。絶対無理だよね。絶対うちらこれでかいの作りすぎちゃったよね。ね、ぐちゃになってわーって終わるでしょ。もりもり、どうしよう、どうする、もうやるしかない、行くしかない。アンナちゃん、え、美味しそうじゃない？上手。今までの中で一番上手。やっぱ見られてると人って違うんだな。さすが、違うんだな。あ、パチパチパチってみんな上手だって。おーだってコメントが。やった、嬉しい。おー、ということはこれで、これでソースかけて、いろいろかけたら終わりじゃない？おー、え、ちょっともう見えてきたよ。あとは食べるだけ。光が見えてきた。いい匂いするね。でもこれがいい匂い。このミソース、青のりかける？うん、かける。2倍的にかけたね。はい、じゃあソースバーしてもらっていいですか？かけます。お願いします。いいね、うまい。それではこれを最後にかけたいと思います。塗りたくらないの？塗りたくる？塗りたくるものないよ。まあいっか、見栄え気にしよう。美味しそう。待ってる待ってる待ってる。はい、ということで、あんまいのお好み焼きが完成しました。イエーイ。こちらです。じゃーん。美味しそう。やったー、すごくない？イエーイ。若者2人が、だってこのカメラ実は私たちどっちかが持つかもって言ってたのに。そうそうそう、もうそんなどころじゃない。あたしたあたしただから知ってたね。でもすごい上手にできた。じゃあお写真撮りたいって。写真撮ろう。アンナも撮りな。インスタはちょっと違う。え、じゃあインスタじゃないくない？すごいね。いい感じ。ありがとうございます。火止めなきゃさ、焦げちゃう。すごい、できたー。あー、食べよう食べよう食べよう。じゃあ切るね。みんなは見るがよい、食べてる姿を。いいだろう。じゃあ切るね。食レポしてね。そういうのはちょっとできないね。アンナがします。こっちか。こうやって切るんだよね。上手じゃん。まあな、広島だからな。あ、いい匂い、めっちゃいい感じじゃない？美味しそう。おお。はい。おお。めっちゃおう言うてくれるやん。せーの、あれ、頑張って。せーの、おお。おー言わんのかい。オッケー、慣れちゃった。みんな慣れって怖いね。よし、泣かせたね。オッケー。じゃあちょっと椅子持ってこよう。もう一個。そうだ、なんでここに椅子置いてあるのかなって思った人。おかしいよね、どう見てもね。おはぴー、お箸はこれ。
菜箸で食べていいんですか。あ、割り箸やった。よし。はい、では熱っ熱っ手を合わせてください。合わせました。いつもこれ言うんだよね謎なんだよね。え、これ言わないの。言わないよね。言うの。言うよね。あ、愛知、愛知、さすが愛知、さすが愛知だ。はい、いただきます。いただきます。はい。え、美味しそうじゃない。あ、お水ありがとうございます。よし。おストローも、おストローもいただきます。やだ、ちょっとなんか恥ずかしい な, しいな。リーちゃん方式で食べようかな。リーちゃん方式どんなの。リーちゃん方式は、うん、こうやって食べてるんだよ。うまーい。卵ふわふわ、卵2個とかって正解。めっちゃふわふわ、おいしい。やっぱさ、お好み焼き広島だよね、うん、やっぱ麺いるよね。いる。でもなんかいおりは広島行った時に食べた時にあのうどん派って言ってた、うん、そう、うどんもあるの。私はね、焼きそばが好き。あんもほば、うん、食レポはよ。はい、おいしい、おいしい。どうおいしいです。え、でも本当においしくない。うん、幸せ。うまっ。おいしい。あのね、キャベツがシャキシャキなのよ。で、もやしもシャキシャキなのよ。だからそのシャキシャキで、でもしんなりもしてる。どっちやねんだから美味しいんだよ。マイカ、あ、もうさ、これ食べてたいんだけど、うん、ちょっとさ、うん、おいのら、お、噛んじゃった。お色直しに行きたいんだよね。うん、じゃあ、いってらっしゃい。つないどいてちょっとつないどいてくれる。うん、わかった。任せロリ、よろしく。じゃあ、いってらっしゃい。自由にしてて大丈夫。何しててもいいよ。じゃあ、何でもいいよ。マイカのことよろしく、みんな。バイバイ、行ってきます。いってらっしゃい。バイバイ。ということで、アンナが行ってしまいました。食べましょう。お任せ。そう、何すると思う。どうなってくると思うね、今こっから 見た人はびっくりするだろうな。まさか2周年ありがとういや、私多分ね、合計しても多分1年行ってないと思うんだよね。行ってないってマイカの毎日配信ありがとう。みんな来てくれて嬉しいよ。ありがとう、みんな。これからも頑張るね本人いないね。あ、配信してねってしてるじゃん。だから2周年、ほら今日2周年じゃん。おめでとうだって、みんな。ありがとう。あ、そっか、そうね、みんなこうバブリーダンスみたいにこういや、そんなこと言ったら花ちゃんに失礼。違うよ、たんね。ちょっと私も出る前に見てたんだけど、そのアンナの配信を。みんなこれだから、もう気持ち悪いねって思ってすごいな。いや、気持ち悪いとか言っちゃいけないんだけどね、花ちゃんもね。私、途中経過のやつを見せてもらったの。まだ目が描かれてないアバターのやつを花ちゃんに途中で見せてもらったけど、もうね、衣装がすごくて、すごかったね。あ、え、まあダメ、振り向いちゃダメだよ振り向いちゃダメだよ。ということで、アンナがお色直しをね、完了して出てきます。どうぞー。はい、24ガールズのコンサートの時に来た浴衣を着ました。よー、何分経ったかな。え、5分以内だった。うん、ほんと、うん、早替えです。すごい、ペタ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 って。ありがとう、つないでくれてありがとう。何の話してたの。私が山本アンナになったよって話してた。意味わかんないなんでそれ。ありがとう。手が大きくなったねって言われたマイカ、うん、ありがとう。もう大丈夫もう大丈夫、わかったって台本に書いてあるんだよ。そう、台本に書いてある。わかった。嘘だよ、ありがとう。じゃあ椅子持っていく。じゃあ私ここら辺にいるね。はい、はい。あ、ちょっとこれさあ
これ汚したらマジ怒られるやつ、絶対やばいよね。よし、これで OK。 あ、お水いる？まあ取りに来て。はいはい。はい、さあということでこっち側からさ映ってるさ、え、めっちゃウケるんだけどこの抜けやばい、めっちゃ面白い。おいしい？まだいっぱいあるから食べてね。うん、ありがとう、つないでくれて。さあということでですね、皆さんただいまということで、ここから浴衣に着替えたんですけど、ここからは皆さんから募集したハッシュタグの質問コーナーをやっていきたいと思います。さあ、ありがとうございます。さあ、ここの中に皆さんが、ハッシュタグでねつぶやいてくださった相談や、質問が入っているので、オープンして、うお、オープンしてね、この中から選んでいきたいと思います。送ってくれた人をこの中で、お、ありがとうございます。送ってないんかい送ってないんかい、送りなよ。はい、ダイソー商品じゃんそう、今日でも箸とかもダイソーなんだって。私の好きなダイソーですね。はい、じゃあ引きます。1つ目1つ目から何なの。タピオカとカプレーゼ、食べ飲み続けないといけなくなったらどっち選びますか。誰だ、この中でいる、いる、いた、この中でいた。タピオカとカプレーゼ、私は食べ続けないとだったらカプレーゼです。なぜならタピオカはラーメン1杯分のカロリーがあるから。どっちですか、じゃあ。タピオカ、さすがタピオカだそうです。皆さんもタピオカ食べ続けるの気をつけてくださいね。でも危ないよ。じゃあ次もバンバンいっちゃいますね。じゃん、もしタイムマシンがあって過去か未来どこでも好きなところへ1回だけ行けるとしたら、あんちゃんならどこへ行きますか。もし行ったら帰ってこれないことにします。ああ、そういうことね。過去か未来、私は過去に行きたいです。どこに行くか、小学生からもう一回やりたいうるせえよ、勉強家じゃない勉強家じゃないけど、そうね、勉強をめっちゃして、なんかめっちゃいい大学とか行って、なんかみんなにドヤってしたい。なんか東大とか行って東大とか行って、もうみんなをなんかすごいだろうって、こんなに実は勉強やればできる子なんだぞってやりたいです。次、次、じゃーん、毎日配信しているアンナちゃんの目線でメンバーのこの配信めっちゃ面白いと思ったのはどんな配信ですか。いおりのバカな配信ワイプでマイカが映ってる、マイカさん、マイカで、マイカで、ま、ワイカでだって、マイカで、違う、ワイプでマイカはい、お水、次、お水あげるよ。じゃあアンナがさ、愛を込めてストローさせてあげるね。ありがとう。よいしょ、ありがとう、ありがとう次、挑戦、新たな挑戦、目標みたいなことって何かありますか。挑戦、バク転、嘘、一個もしてない、一個もしてないです。なので、はい、挑戦は、でも本当にバク転はしたいんですよ。できると思いますか。私、首かしげた人は後で怒るからね次、集中力がなさすぎて苦手な科目の勉強が続きません、どうしたらいいですか。なんで私に聞いたの、絶対いじってるでしょ、絶対いじってるでしょ。え、どうしたらいいか、勉強しなければいいじゃん。じゃあ違うこと違うことやればいいと思います。はい、これまでのショールーム配信で一番楽しかったのはどんな配信ですか。メンバーをドッキリ仕掛けた時です。はい、テンションが低かったり気分が乗らないとすぐ態度や顔に出てしまいます。そのせいで仕事上困っちゃうことも多々、どうしたら顔や態度に出なくなりますか。まあいいよ、出しても。もうだからさ、勉強どうしたら長続きできるでしょうか。アンナちゃん教えてください。だからなんで私に聞くんですか。だからもうしたくないならしなくていいそろそろ十二支言えますか。ねえねえねえ
しトラミタツ羊め終わり。これ時間終わってる？そろそろもう終わってるんだよ。終わってるかな、大丈夫かな、まだ大丈夫ですか？私も読めなかったらどうする？愚問。愚問かもしれませんが、ズバリアンちゃんにとってアンズーの皆さんはどのような存在ですか？好きじゃけん。もっと欲しい。もうちょっと欲しかった。それはね、ちょっと今は言わない。最近作れるようになった料理とか自信ある料理とかありますか？最近作れるようになったお好み焼き。そして自信ある料理は肉じゃがとかハンバーグとか餃子とか何でも、たこ焼き。姉妹がいるとすれば姉、兄、妹、弟のうち誰が欲しいと思います？お姉ちゃん、お姉ちゃん、あと3枚です。でお悩み相談です。私はすぐお腹が痛くなってしまう腹痛女子です。アンナさん、お腹が痛くなった時どう対処されますでしょうか？大場原さん。大場原さんというね、と19歳ぐらいの女性の方からいただきました。お腹が痛くなったら、そうですね、薬を飲めばいいじゃないでしょうか。そしてググってください自分で。はい、私は医者ではありません。2周年おめでとう。イコールラブでパリ、台湾、上海に行っていますが、イコラブや個人で行ってみたい国や地域、場所はありますか？海外でしょ。日本が好きなんだけど、グアムとかハワイとかでなんかいつか MV とか撮れるぐらいになりたいです。水着とかすぐそういうことを言う。じゃあラスト、じゃん。体育祭でダンスがあります。運動音痴の私にアドバイスを。ダンス笑顔でやってればいいんじゃない？なんでも、だって体育祭でしょ？ねえマイカ。顔だよねやっぱ。じゃあ笑顔でやってください。ということで皆さん、たくさんの質問や相談ありがとうございました。またね、私のショールームでもこういうことしていきたいなと思いますので、皆さんいっぱい質問考えててくださいね。はい、これ戻すかな。とりあえず戻そう、ダイソーボックスにね。はい、ということで案内は適当って書いてある。適当大事やんな。いおりのやつなかった。確かに、なんだっけ、髪の気持ち悪いやつ。気持ち悪いやつ。あの気持ち悪いコメント排除しました。あ、ノンノも、ノンノも。あ、ノンノの私のことどう思ってるかって、なんだっけ、どんな質問。私のことどう思ってる、どう思ったっけ。メンバー思いだけど変態。変態。はい、さあということでですね、皆さんお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間となりました。そうなんです、今来たばっかね、うん、知ってる。はい、ということで最後にこうやって2年間続けてこれたのは、応援してくださった、見てくださっていたファンの皆様のおかげなので、今日は感謝の気持ちを込めてお手紙を書かせていただいたので読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあこれは立って読もうかな。よし、緊張するな。急に真面目になるの緊張しちゃう。はい、じゃあ読みます。ファンの皆さんへ、今日はショールームを見てくれて、そして観覧に来てくれてありがとうございます。密かにいつか特別配信ができるといいなって思ってたので、すごく嬉しいです。始めた頃は毎日アイドル2周年なんて迎えると思ってなかったし、毎日するつもりもありませんでした。でもいつからか毎日が当たり前になって、自分にはなくてはならないものになっていました。私のファンの方だけではなく、他のメンバーのファンの方も見てくださっていて、きっとメンバーの情報提供の場ともなっていることでしょう。私はグループに貢献できることがそんなに多くはないので、少しでもイコラブのことを知ってもらうきっかけになっていると嬉しいです。皆さんが毎日私の声を聞かないと一日が終わった気にならないよって言ってくれたり、配信が楽しみと言ってくださっているのを聞くとやりがいを感じます。少し前に何か新しいことに挑戦したいと思って選んだのが12時間配信でした。
また皆さんと一緒に楽しめる企画など考えて、ショールームでいろんなことにチャレンジしていきたいです。新しくイコラブを知ってくださって、好きになってくださった方も、ずっと応援してくださってる方も、みんなが楽しめる居心地のいいルームを一緒に作ってくれたら嬉しいです。そして、あんなルームを違う、そしていつも支えてくれて本当にありがとうございます。私は皆さんが必要で大切で大好きです。私も皆さんにとってそんな存在になれていると嬉しいです。これからもたくさん一緒に思い出作りましょう。これからもよろしくお願いします。山本アンナ、ありがとうございます。です。めっちゃコメントで違うってきた。大事なところで間違えて違うって言っちゃったけど、本当に今日来てくださった方も、配信を見てくれてる方も、いつもありがとうございます。本当にそうですね、12時間配信もやった時とか、結構語り配信とかもしてるんですけど、本当に見てくださってる方がいないとこういうこともできないので、本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。さあ、ということで、またさっきも言ってたんですけど、3年目、千日と3年目ってどっちが先？千が先？じゃあ次はまあ千日ぐらい目指してかな、わかんないけど頑張っていきたいと思うので、これからもみんな見てください。よろしくお願いします。はい、それではですね、ランキングをここから読みたいと思います。13位、え、見て、壇上全員、え、壇上とか言うよりもめっちゃ全員、アバターすごい、ありがとうございます。それではランダムやる？できるよ。じゃあ13位から読みたいと思います。13位がいつまで番長ちゃんになってる、いつまで番長ちゃん、ありがとうございます。12位がラレガスさん、ありがとうございます。11位、え、待って、変わったよ、変わった、もう一回読む、変わった、てつさん13位がせっかくだから。12位が空色けやきさん。11位がちゃんくまさん、ありがとうございます。10位がくらまてつやまさん、ありがとうございます。9位がといさん、ありがとうございます。8位がともさん、ありがとうございます。7位がたこつあんさん、ありがとうございます。6位がケロちゃん、ありがとうございます。5位が下取りさん、ありがとうございます。4位が番長さん、ありがとうございます。3位がまさきさん、ありがとうございます。そして2位がマルキンさん、ありがとうございます。そして1位がいとこんさんです、ありがとうございます。イエーイ。さあね、これからも他のね、皆さんもたくさん見てくださってありがとうございます。さあ、ランダム行こっか、せっかくだから。何人行く？難しいね、何人行こうかな。とりあえず、あ、待って、これさ、これさ、何このさ、ギフト、なんかギフトさ、何これ、これタワーのやつ、新しいやつ、え、すごい、お餅ついてる、あ、9月じゃけえか、そういうことか。スタドリさんと、え、わかんない、誰だろう、タワーくださってる方の名前がわからない。あ、いとこんさん、あ、もうこっから出てこない、誰か教えて。お月見タワー、皆さんありがとうございます。誰だ、ちょっと消えちゃってるんだよな。じゃあランダムで3人行きたいと思います。1人目、3人じゃないね、3人か、とりあえず3人にします。今日はまさむねさん。2人目、サンタさん。3人目、くまふせんさんです、ありがとうございます。さあ、ということでですね、コメントがちょっと見えなくなっちゃった。はい、ありがとうございます、皆さん。さあ、私は今日自分の個人配信をできたら
まあ、11時前とかからちょっとだけやろうかなって思ってるので、そちらもぜひ見に来てください。ツイッターでまた告知します。よろしくお願いします。はい、それではまたこうやって3年目の配信ができるようにこれからも頑張りたいと思います。最後にジャマイカも来てください。何を教えたんだっていうお座りしてた。はい、それでは皆さん見てくださって本当にありがとうございました。そしてマイカも来てくれてありがとう。お邪魔しました。それではまたね、バイバーイ。ありがとうございました。すごい身長差がねえねえ、あ、じゃ